2005年10月16日にパリ市内で開かれた集会後、インタビューを受けるニコラ・デュ・ポン・エニャン党首立ち上がれ、フランスはフランスの政党。保守、国家主義、伝統主義、フランスの独立、ドコール主義を標榜する右派政党。国民議会議員のニコラ・デュ・ポン・エニャンによって立ち上がれ、共和国の透明で1999年2月3日、創設された。 1999年欧州議会議員選挙では、欧州会議論ユーロセプティスザムのシャルル・パスクワと、フィリップ・ド・ビリエが率いるフランス連合をラ・サンブラモン、ポワーラ・フランスと共同戦線を組んで選挙に臨み230万4285票を獲得し、13議席を得た。2002年9月7日に、上院議員が3人、下院議員が8人参加して、再結成された。 2005年5月29日に国民投票で否決された欧州憲法に党を挙げて反対した。2007年6月の国民議会選挙では577選挙区のうち62選挙区に公認候補を立て、そのうちデュポンエニアン党首のみが当選した。2014年に現党名に変更。ありがとうございます。